今回はこのワルプルギスの夜いろいろワンパンやっていこうかなと思います。まあ、いつも通りのやつですね。で、今回一番最初に使うのはこの桜京子、停止後最初に触れた敵に槍で攻撃。まあ、皆さん多分桜京子使って周回してる人も結構多そうだから、どういう仕様かは分かってるんじゃないでしょうか。で、今回のね、このワルプルギスの夜のクエストの仕様なんですけど、エナジーコンテナ、この黄色いこのブロックに触ってから敵に触れないとまともに攻撃通りませんなんですけど、これの倍率がね、はい、あやべ、忘れちゃった。これの倍率がね、35倍。で、直殴りは 1.5 倍なんで、本当にこれ使わないとまともに攻撃が通ったようなもんじゃないみたいな感じなんですよね。だから今回は直殴り乗らないキャラは、多分無理なんじゃないのかな、現状計算してないけど。で、京子のワンパンは、はい、最初に触れて横間で下がっていけばすごい触れられるって見たんで、はいはいはい。で、2個持ってたら大丈夫よっていう感じなんですよね。なので、で、合計 HP 4.5 億だから。おお強っ。めっちゃ強っ。あれ、私今回願いの力何もセットしないけど。あれ、こんな出るんや。これが私の祈り、私の願い。さあ、叶えてよ、インキュベーター。おお。でね、今回は、これね、マルブルギスのこのクエスト、実は特定のキャラを編成すると、こんな感じで演出が変わるパターンがあるらしいんですよね。で、今回はそれ3パターンあるから、ちょっとこのワンパン動画で、それも合わせて色々見せていこうかなって。結構簡単な方だしね、今回はワンパンが。で、一応ね、さっきの京子もそうなんですけど、願いの力、このクエストで色々バフを与えてくれる効果あるけど、まあ、それは、一応極力使わないように、まあ、使ったら、左下の接待に使ったって書いておきます。なんで、まあ、そんな感じなんですよね。で、次は、煉獄さん。これ、触れた最初の敵を、煉獄で攻撃。まあ、私の初見でもちょっと使ったけど、これでもワンパンできるからね。むしろこれのワンパンで私周回したから、ないんですよね。なので、はいはい、これでワリアで削っていきます。これも結構やっぱ、すごい複合効果ですね。で、防御ダウンもおまけで入れておきます。多分必要ないと思うけどね。で、あとは、陽太郎で 1.5 倍のバフも入れといて、はい。で、あとは煉獄さんで触れて一発パンってぶち込むだけの簡単なお仕事。さあ、これでどれぐらい火力が出るかね。で、しかもこれほら、ちゃんと怒りマーク頭の方になってるのもちょっと細かくないですか？なんか運営さんちゃんとこれ何も考えず適当につけてるわけじゃなくて、一応ちゃんと考えてるのね。はい。あー、7億。でもこれだと、あ、でも 1.5 倍の要素あるから、京子よりもやっぱり煉獄さんの方が火力出るみたいな感じになってんのかな？今度こそ。決着をつけてやる。というわけで、次はホムラの特殊演出。ホムラのみを編成しとくと、こういう風にホムラの攻撃直前のモーションというか演出やってくれますよということですね。いや、ちょっとデク、次デクさんなんですけど、カウンターキラーもらいたいんで、ちょっと一巡してからやるんで、ちょっと一旦カット。じゃあ、というわけでやっていきます。デクさんの SS はこれ、触れた最初の敵をワンフォールフルカウル 100% で吹っ飛ばす。まあ、その前にちょっと怒り倍率も結構乗せないと危うそうなんで、ちょっとホムラの SS 使います。で、ホムラの SS は、自供からいろいろぶん殴った後に、遅延をかけてくれると、そういう仕様になってます。ちゃんと盾も持ってるからね。この、ほら。これもちゃんとついてるよ、という感じのやつ。あ、怒りバイス乗ってね。で、まあ、多分大丈夫でしょう。一応、ちょっとさっき失敗した時3億だったから、はい。と、お、言ってる言ってる。なので、今アニメ、ヒロアカ第6期やってるから。よろしくお願いしますということでね。あとコラボの中でも多分進化形態でストライクショットって言ってくれるので、多分ヒロアカぐらいしかおそらくないはず。よろしくお願いします。じゃあ、そしたら次はこれ。森蘭丸貫通タイプになって、ダメを重力ワープ地雷を無効化して敵を激しく貫く。で、魔封じ M 持ってるから、このワルプルギス魔人なんで、はい。結構いけるんですよね。で、火力がちょっと足りなさそうなんで、そこはちょっと接待するためにこのキャラ入れてきました。カノン。あー、ぶねっ。なんで、これ入れて 1.5 倍弱点強化して、これでさらに削れるようになりますね、みたいな感じになっております。もうちょい下がって。あ、やべ！いやー、京子の強化というか、陽太郎の強化入れなくても、なんとかなるかな。で、2個拾ってからぶん殴りたいから、ちょっとそこが面倒なんですけど、まあ、なんとかなるっしょ。はい。よし！あ、強っ。あ、 1.5 倍いらなかったな。 1.5 倍なくても、あ、そうね、5億出てるからいけるわ。そしたら次はこの方、チャド。いや、10月からブリーチのアニメ
始まるからね、千年決戦編のやつ。それが、ちょっとおすすめですよということで、ちょっとこれをやっておこうかな。で、このキャラは、なんだっけ、ちょっと待って、なんだっけ、ラ・ムエルテで攻撃なんか PV でも言ってたのに、ラ・ムエルテみたいな感じと。だからそれを見ていただきたいですね。どの場面かわかんないけど。はい。これ触れて、ランダムワープだから、お!え?レアツ消えた?さっきのレアツ消えた現象なんですけど、チャドって、張り付いて攻撃だから、これ、エナジー2個持っとかないと、ワンパンできなかったんですよね。他のキャラ、イタドリとかも。だからこれで、はい。よし!チャドのレアツ復活!そしたら次は、イタドリユージですね。運極です。触れた最初の敵に対して、黒線で攻撃っていうのがあります。で、チャドと一緒で、2個拾ってから殴らないといけないんですけど、ちょっと私ね、このシールドめちゃくちゃ邪魔だから考えました。これどうすか?はい。このシールドがね、配置によってはめちゃめちゃ邪魔だから、ほら、もうこれでぶっ壊すみたいなね。そしたら、もう余裕ですよ。そしたらね、完全に薄く横から下がりするだけで、あとはまあ、流れでなんとかうまく当たってくれるけど、まあ、よっぽど上手い変な方、よっぽど変な動きしなければ、まあ、上のシールドに当たることもないしね。はい。浮かんで割って、OK。いや、でもさ、今回のワルプルギス、こうやって、願いの力で、SS 貯められるのはいいけど、時間決まってるからさ、今何時だと思います?夜中の5時49分、39分。はい、薄くいって、2個拾うだけの、簡単なお仕事。まあ、ブロックの上にさ、当たらなければ問題ないし。強っ。そう。あんなことあります?もうやめました。もう解禁しました。マルチ使ってお一人モードワンパンやろうと思います。そしたら次はこれ、サボやっていきます。触れた最初の敵を火炎竜王で攻撃。やってることはね、イタドリと一緒だから、まあワープ対応してるから、今シールド壊せなかったけど、まあ多分なんとかなるでしょ。なんで2個拾って、はい。おー、オッケー。危ね、さっき撃ってきたら、火力足りなかったんで、今回初の、紋章使い始めましたね。さすがに。この辺になってくると、ちょっと火力不足になってくるかな。しゃあ、いい感じになりました。よし、じゃあ次は、この、コナミギリエ、使っていこうと思います。停止後に、近くの敵を連結させた双月で、ぶった切るということで、このキャラ、近くの敵に攻撃だから、シールド邪魔なのよ。なので、配置しました。っていうか、シールドぶっ壊しましたね。これももう他のイタドリとかでもやったけど、ここで、もう横貫するだけで、いい感じになると。で、一応このキャラの、この、ていうか、このクエストのこのワープって、ランダムワープだから、突っ込んだらどこに動くのか、マジでよくわかんなくなっちゃうのよね。さあ、これで真横貫成功させたら、はい。まあ、必然的に、100% いきますよ。あ。あーぶねよし。今、シールだったらダメだったかもしんねえ。え?あれ?いや、あれ?私、願いの力何も使ってないんですけど。あれ?この人やばくね?そしたら次は、やってきました。モンキー・ディ・ルフィ、停止後に、ゴムゴムのコングガンで攻撃なんですけど、このキャラ、まあ、内部弱点拾わないんで、はい。内部弱点拾わないんで、ひたすらにね、外側殴りを接待に接待重ねまくって、まあ、なんとかしていこうかなと思います。で、ヨウタロウは間に合いませんでした。ヨウタロウの、ヨウタロウのアイテム1個も取れ、いや、もう遅いし。で、これは、まあ、何もすることないから。ああ、でも一応、あれか。一応、炭治郎で怒り倍率だけはちょっと乗せといて、ちょっとでも威力上げておきたい。はい。そして、あとは、これを真横間決めればいいだけの簡単お仕事、底力は、あれで入ってね。はい。よし!さあ、これで、いやー、どうだろうな。底力消えちまったからな。いやー、お願い!地雷も持ってるから 2.5 倍の補正はかかる。助けて。おあつ、強っ。あ、でもまあ願いの力の補正。いや、でも結局 1.5 倍しか補正かかってないから弱点殴れねえし。あ、でも。はあ。
ー、外側もいけるで、これ。というわけで次は、牢の一族第二弾、かまど炭治郎くんですね。停止後に、尺骨遠用で攻撃。で、これは、ルフィと一緒で貼り付きタイプなんで、はい。なんでこれでまあ、さっきと一緒で、まあ、外側にめちゃくちゃ接待入れたら、ワンパンできるってことがルフィくんで分かったから。で、これね、全部のキラーが乗るから、この炭治郎の魔封じとバイタルキラーと地雷全部、その辺乗ったら、一応さっきのルフィよりかは倍率高いんで、ワンパンはできるはずなんですよね。あとは私が横間ミスらなければ。はい。よし！で、心燃やして、で、尺骨遠用する。いやー、刀鍛冶編で来年は、今度こそ、なんか、ちゃんとした追撃、いや、リバイタイプとかになってくんねえかな。もっとそれは、最終の話まで行ってからかな。お！おー、危ねえ！カンストまで、尺骨遠用で、行きましたということで。よかったですね。次は、この最後の牢の一族、空城城太郎くんですね。停止後にザワールドを発動させ、スタープラチナで攻撃する。なんかね、この牢の一族って一体何のか気になる人もいると思うんですけど、これがね、はい。ボスの表面しか殴らない追撃をするキャラ。なんかそれがね、巷では牢の一族って言われてるんですよね。なんでか知らないけど、城太郎からね、この追撃、割と、いじられ始めたんですけど、一番最初は実はかまど炭治郎くんなんですよね。なんかみんな知ってるか知らないけど。なので、そういうことですよと。ちなみにこれ配置も完全に、ルフィとかと違って完全に見せたんで。いや、これ完全にワープ突っ込んで、持った状態で止まってくれることを祈るしかないし、ね、頼む止まってくれはい、家教員の魂かける、あと、母の命もかける、じじいの魂もかける、お行け、よし、2個持ってるってことでいけるでしょ、おあ、行ったんじゃない、これ行った行った行った、よっしゃ、家教員出る3倍、あれあれ、今までのローの一族と違って、この人だけなんか、出す火力違うんですけど、属性効果考えても、あ、まあ、地雷とか諸々がある違いかな、この辺は。そしたら次はこの方、ハシビラウンドイノスケ。この人が、なんだっけ、最初に触れた敵に霹靂一閃神速で攻撃してくれるということで、遊郭編でやってた、空飛びすぎ、長すぎみたいなこと、私は思ってたやつですね。で、やり方はこれ、強固と一緒で、最初に触れて、薄く横間で下がるんですけど、はい。いや、角度。俺が守る。ゼオに対して。角度つけすぎると、ちょっとね、いいか、あ、これいい感じじゃない？シールドで消耗しちゃうから、この取ったやつを。あ、これ割といい感じじゃない？そうね、いかないでしょ。煉獄さんも、ついてるということで。雷の呼吸、一の敵敵一神速。おぉ。いや、結構接待入れるわね。願いの力も込み込みで。いや、でもこれ。いや、星6善逸とか星6伊之助とかやってくんのかな、ちょっとそれが未来で気になるところだと私は思ってます。そしたら次は、クラピカさんですね。この人、一定期間エンペラータイム状態になるということで、ただの自強化 2.5 倍なんですけど、まあこの人は、多分ね、めちゃくちゃに接待したら、おそらくね、いけると思うんですよね、計算上は。なので、それを今回やっていこうかなと思います。で、これは炭治郎さんそのまま置いといて、縦勘で、はい。なので、ルナバフ2倍、ナックルバフ2倍、陽太郎バフ2倍で 4.8 倍プラス、願いの力で 1.5 倍、1.5 倍してるから、合計で多分、10倍くらいは、バフもらってると思うんで、それを合わさったら、いや、いけると思うんだけどね、みたいな感じ。だから2回触れて、2回触れて、だから弱点殴りたいから、あれ、どうやったらいいんだ、これ。こうか。こう打ってぐるぐる回って、いけんじゃないのかな、はい、いや、いけいけ、おあ、強っ、あれ私の計算の倍ぐらい出てるんですけど、あれ私計算上はこれで4億ぐらい出て終わる予定だったの、あれ間違ったかな、やっぱりこのキャラおにゃんこぽんアルファ、残りヒットポイントの 99% を消費して、それに応じたダメージ、うんぬんかんぬんとか書いてあるけど、そこじゃなくて、これはね、初めて敵に張り付いた時のダメージが、めちゃくちゃ倍率高いんですよね。なので、それを利用して、ワンパンします。で、今回なんで最後におにゃんこぽんアルファというと、このキャラ、マドカと同じ声優さんなんですよね。マドカマギカの。なので、このキャラに来ていただきました。で、はい。陽太郎と同じ、砲撃型役で、この、コウウ様に来ていただきましたね。さやかちゃんと、同じ声優さんになってます。なので、
っていうかこれね、私ね、今まで何も気づいてなかったけど、外側殴るんだったら、別にこいつ倒して、シールドを展開する必要ないんだよね。この動き方でよかった。なんで今まで私は気づかなかったんだ。頼む。だからこれで計算上はいけるはず。頼む。インキュベーター、叶えて。はい。うおぉ、ありがとう、インキュベーターして、なんで、いやもうこれで私、ものすごい、満足感がすごい。さやかとまどかの共同、そして京子もいるからね、まみさんはドマイス、ホムラもドマイス。私の願い、さあ、叶えてよ、インキュベーター。というわけで、今回一番最後のワンパンキャラは、このキャラ、アーサーですね。狙った方向に反射十字砲を放ち、すべての敵に剣で追い打ちということで、唯一、多分私の計算上、おそらく非直殴りのキャラでワンパンできるのは、このキャラなんじゃないかな。構えるとかもやってみたんですけど、全然火力足りなかったけど、この人は計算上足りる。なんで、このキャラ、やっていこうかと思います。で、あとね、マドカの特殊演出3つあるっていう話してたじゃないですか。完全に忘れてましたね。いや、1番目取り始めてからもう24時間以上経過してるから、もうね、やってないこと忘れた。で、一番最後の条件は、この、反射の方の窓かのカラーを編成すると、最後の撃破演出が変わるんですよね。なので、ちょっと一巡して、ちょっと、いろいろ準備するから。まあ、これは一旦カットで。準備が完了しました。あとは、陽太郎バフかけるだけですね。はい。いや、で、これね、もう、響きのコンボからの、あれですよ、翼さんのワンパンみたいなね、アーサーの MV の方だけは声優さんが、水木奈々さんなんですね。なんで、シンフォギア勢の人はもう、とても大喜びみたいな、そんな感じとなっております。なので、いや、本当はおにゃんこぽんあるからワンパンして決めたかったけど、火力足りなかったから。はい。で、盾ではない剣だみたいな感じですね。はい。というわけで、まあ、特殊演出でした。この撃破演出も。いや、見られるということで。いや、なんか、普通の究極は全くないらしいけど、これ3つあるのすごいね。なんで、ちょっと、まあ、シンフォギアとマドカも、いろいろ、よろしくお願いします。ということで、いろいろ、ワンパンできましたということでした。悪魔ホムラもできたらいいなということで、終わります。ごきげんよう。